皆さんこんにちは、札幌園芸日記えりこです。今日はですね、2月の17日水曜日でございます。で第1弾の種まきを室内でしようと思います。でちょっと前にボードを用意いたしました。字が汚くてすみません。今日種まきしようと思うのはカーネーションとデルフィニウム、どちらも輸入種子です。でカーネーション、ダイアンサス、こちらの方はですね、ジョニーズさんの、これジョニーズセレクテッドシーズさんの、種類はね読めない、シャーボーオレンジシャーベットとかいうやつです。どんな花が咲くかはちょっと画像の方に出します、出してみます。でまあデルフィニウムの方はね、イギリスのジョンソンズシードって、秋に、昨年の秋に種まきしたやつですね。はい、これは時々中間報告をしてますけど、結構ね大きくなってまいりました。はい、でこっちもまた種をまこうと思っております。パシフィックジャイアンツミックスですね。はい、で本当はね、デルフィニウムも3月に入ってからと思ってたんですけど、まあ、カーネーションがね、ジョンソンズ、ごめんなさい、ジョニーズセレクテッドシーズさんで、オンラインインターネットで種を買った時って本当にひらめきで好きそうなものをどんどん買っていったので、まあ、若干、まあ、ザザッとはね、育て方に関しても目を通したんですけど、そんなに深くはチェックしてなくて、で改めて、まあ、3月に向けて種まきをするのに今いろいろ計画を立ててエクセルでね表を作ってたりするんですけど、これがねちょっとねどうなんていう、このカーネーション難しそうだぞみたいな風に思いまして、と言いますのもちょっとボード見ていただきたいんですけど、発芽温度18度から22度でございます。で開花までに 4.6 ヶ月ぐらいかかるということなんですね。なんで3月に種まきして、もしこの順調にね、ほんと 4.6 ヶ月だとしたら4、5、6、7、8月ぐらいに咲くような感じなんですね。でその下の方に書きましたが、発芽後、まあ、成長を抑えて分子させるためには、まあ、10度から13度で育成するのが好ましいらしく、で18度を超えないようにって書かれてるんですよ。で特に夜はその気温、まあ、それを越すような温度になっちゃうと徒長するよって書いてあって、まあ北海道なのでね、春巻きでいいんだと思うんですけど、開花が8月、さすがに7月末から8月は北海道も暑いでしょうみたいな感じなので、ちょっとね早めに室内でまずは芽を出して、あとはね芽出してしまえば多少寒いっていうか涼しい部屋で管理できるのかなと思うので、まずスタートダッシュにこのカーネーションを種まきしてみたいと思います。でデルフィニウムの方は、発芽温度が15度から20度で、これもねデルフィニウムも暑い時期になっちゃうと発芽がしなくなっちゃうみたいな感じらしいんで、涼しい時の方が芽が出やすいと。でただ発芽までの日数が、まあ、普通ね早い1年草とかだと本当1週間10日で出ると思うんですが、割と21日から42日って幅がありまして、種自体はね結構数がいくら100粒ぐらい入ってるのかな。で前回の秋の種まきで大して使ってないっていう感じで、で前回に種をまいた時もジフィーポットに入れて3粒ぐらいまいたんですが、結局1つしか発芽してないですよね。なんで今回もまあちょっと
早めに撒いて様子を見たいなと思います。で、デルフィニウムは2月からこのジョンソンズの裏の方のパッケージを見ると、2月から5月に室内で撒いて、翌年6月から8月に開花という形でになってるんですが、日本の夏が苦手みたいなので、もう高温多湿が苦手らしいので、本州ではまあ一年草扱いというお話を聞きました。なので9月から10月秋に撒いて、で夏近くに咲かせて、それでおしまいみたいな感じですか。で、北海道は割とそのヨーロッパの気候にちょっと近いというか、夏は涼しめなので、夏越ししてまあ宿根草の扱いになっているようです。で、秋まきしたものはね、やっぱり今茎がねすごく太くなってきてるので、今年の夏に咲いてくれるのかななんて期待をしております。で、今回はそのちょうどね2月になりますので、今年の夏にお花は咲かせないで、夏越え、冬越えしていただいて、来年に咲くようにしたいなと思うんですが、冬までにね、どれほど株をしっかりさせるか、根をね、しっかり張らせるかっていうところがポイントなのかなと思います。昨年ね、ちょっと購入しました。これ、ホームセンターとかで売っております。このトレー、給水、底面給水のトレーと上にね、蓋も一応ついていますので、こちらを使いたいと思います。一応洗っているんですが、もうすでに一回使ったもんなんで、ちょっとくたびれてる 感じですね。まあこのトレー自体もね、薄いプラスチックなので、そのあんまり何回も何回も使えるほど強度はないのかなと思っていますが、これの、そうですね、ちょっとカーネーションね、どうしようかね。カーネーションは地植えは多分ちょっとしないなと思っております。なんで、まあ1列、2列、まあ1列ぐらいでもいいのかな。またね、秋にカーネーションもう一回種まきしたいと思うので、1列ぐらいでも今回いいのかな。ちょっと試しにやってみます。まずは、挿し木種まきの土にちょっとお水を足して少し湿らせて扱いやすくします。なんか土の匂いがしまして 春が来た気分ですね。はい、こんな感じで湿らせました。じゃあトレーに土を充填していきます。あ、それでこれ、一応鉢底にちょっと不織布の切ったやつを入れたんですけど、底石をね、鉢底石を入れるかどうか迷ったんですけど、いいですね、このままいっちゃおう。このままいきます。全体的に均一にしたいんですけど、上手にいかないな。よし、でもこんな感じでいいかな。できました。もう一つ同じものを作ります。で、ダイアンサスの種を全部出してみました。100粒こんな感じでございます。100粒、はい。なんでこっちのパック1つに、1つのセルに3粒ずつぐらい巻いてみます。
で、もう一つノズルは、デルフィニウム種まきしていきたいと思います。はい、種を3粒ずつまきました。で、ちょっと袋は今回、バーミキュライトを使ってみたいと思います。軽く全体的にちょっとかけて、少し押しておきます。ちょっと事故の方が。このタブをカーネーション作ったので、ここに挿しておきます。では、次はデルフィニウム。デルフィニウムの種はこんな感じです。以前の動画でもちょっとお見せしましたが、カーネーションと比べると、ちょっと一回り二回りぐらい大きいかもしれないです。はい、こちらにまた3粒ずつ巻いていきます。はい。デルフィニウムのパシフィックジャイアントも巻き終わりました。上にまたバーミキュライトをかけていきます。ちょっとこっちの端をかけすぎたか。で、軽く押して、感じです。で、今回ジョンソンズのね、種の袋にはこういうプラスチックのね、タグがついてましたので、ちょっと後ろにの日付だけ書いて、ここに挿しておきたいと思います。はい。で、あとは表面を霧吹きでじっくり湿らせて、下の方でね、底面吸水で管理したいと思います。私の部屋の南向きの窓辺で様子を見ていきたいと思います。はい、カーネーションとデルフィニウムの種まきが無事に終わりました。下の方にね、水が張ってあって、底面吸水になっております。表面の方は霧吹きでたっぷり湿らせました。で、この蓋がね、プラスチックの蓋がついてまして、ちょっと発芽温度が20度ぐらいないとダメかなと思いますので、しばらくこの蓋をかけて、この太陽が当たる窓辺で育ててみます。発芽日数は、カーネーションは1週間から2週間、デルフィニウムは3、4週間かかる予定でございます。何か変化があったらまたご報告したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。おはようございます。種まきをしてから1週間が経ちました。芽がね、だいたい出てきました。1つのセルに3粒ずつ種をまいたんですが、だいたいね、ちゃんと発芽しています。ちょっとね、画面上で見えないところでも、なんかこう土が盛り上がって、あ、ここでできそうだなっていうのがあるので、
発芽率はとてもいい感じです。こっちはね、カーネーションの方。で、もちろん、デルフィニウムの方はまだまだ全然時間がかかると思うので、まずは、このカーネーションの発芽のご報告でした。はい、ヒヤシンスの現在の状況はこんな風になりました。左の方はね、やっとだいぶ伸びてくれて、ヒヤシンスらしい姿になってくれました。ちょっとね、こっちの方が全然その後大きくならなくて、根はね、一応ちゃんと出てるんですけど、ちょっとこの球根の下の方とか、やっぱちょっとカビ菌とかにやられてしまったのかなと思います。まあ、このまましばらく様子を見てみますが、咲かないかもしれないです。はい。まあ、咲いてる方はね、とてもいい匂いがして、ちょっと後ろは、スイートピーのね、切り花があるんですけど、これもね、またね、すごいいい匂いがする。スイートピーの方がちょっと優しい感じかな。はい。こんな感じです。